新大解剖砲台神戸市の和田、三崎砲台砲台とは、大砲などの火器を設置するための台座である。大きな大砲を防衛上の重要地点や、交通の要衝など軍事戦略的、地理的に有利な地点で一回が広く取れる高所に、設置して、敵の侵攻に対して、効果的な防衛拠点とするものである。また、反動の大きな大砲を専用の砲台に設置する、ことで、 運用の利便性を高め、同時に命中精度の向上も期待している。土地を整地しただけの仮設のものから、石組やレンガ組、コンクリート作りで延滞を作り陣地や歩類としたもの、さらに火薬庫、弊社などの関連施設を併設して要塞化したものも、ある。代表的なものに、海上の艦船を砲撃するために、海岸線近くに設けられる沿岸砲台があり、幕末に築かれた台場も、 その一種である。設置される大砲は、カノン砲か榴弾砲であり、沿岸砲台の場合には、移動目標である軍艦に命中させるために、カノン砲であることが多い。急に本陸軍では、海岸の沿岸砲台を砲台、陸戦砲台を歩類として区別した。現代の戦場では、高級的な砲台が築かれることはなくなった。自分の砲の位置が固定されると、 敵下砲やミサイル、あるいは空爆の的になるからである。大砲迫撃レーダーや航空偵察で正確かつ短時間で発射位置を特定されるようになったため、砲兵は射撃後、すぐに発射地点から移動するのである。高い防御力そのもので敵の進撃を阻害するための永久築城も、また、電撃戦に代表される戦術の進化の前に、陳腐化してしまった。 沿岸砲台もやはり移動式の対艦ミサイルの登場でその役目を終え姿を消しつつある。浜川砲台江戸時代築造の砲台場。江戸時代以前に築造されていた砲台大日本帝国陸軍の砲台卵場。j t p 2 0 1 9年10月2日閲覧。アメリカ陸軍博物館。j t p 2 0 1 9年10月2日閲覧。 戦場公園 JTB2019 年10月2日、閲覧。ホートロットヒル JTB2019 年10月2日、閲覧。ギア要塞 JTB2019 年10月2日、閲覧。小里山放題 JTB2019 年10月2日、閲覧。ありがとうございます。